仕事されると思うんですよ。いや、その意味ではいないから大丈夫です。まあ、そうですね。バター風味が逃げちゃうね。まず、やっぱり、あれですよね。サラダ油を引いて、いぶった後に、バターをね。大量のアスパラすごい量アスパラすぐしなしなしますからね、うん、エリンギですよね。この松茸に勝てるっていうキノコの王様食材で、僕いつも思うのがキノコは洗うべきなのか洗わないべきもちろん洗わないのかって洗わないんですかね、やっぱり。やっぱり手でやるね。手の方がやっぱり繊維を傷つけないんで火の通りが良くなるんですよね。これはもう皆さん知ってほしいです。下の石突き切る人もいますけど、僕は切らない派です。僕は切る派です。あ、切る派ですか。エリンギでもしめじは切りますけどね。ああ、確かに砂っぽいところあると思いますよ。やっぱそれ今日真偽を確かめましたよ。あった方がいいのかない方がいいのか。なんか一本旅に出ましたね。旅に出ました。ルーツで通る火の通りが悪くなってきたら、そうでしょ、高級食材のバター。貧乏人はなかなか買えないやつですね、それ。で、これ宇宙で一番早いやつなんですね。だからもうドラゴンボールのネタなんですけど、ちょっと量も多いので多めに入れて、高級食材、これが安いのでちょっと低いですね。ここからあー、いい匂い。そうですね、匂いが伝わりそうな感じしますよね。バターを入れたらみんなのイメージがやっぱり湧きやすいですね。いい匂い、うん、あ、いい匂い。最後ですよね、やっぱり。で、バターが炭が刺して火が通った感じがしたら塩コショウを軽く、風味を殺さない程度の軽く、醤油、まあ醤油もないんですよね。これはもう個別にやってくれていただくって感じがいいのかな。いいね。で、軽く火を飛ばす感じで最後は強火でやって、いいでしょ、いい絵でしょ。あ、ほんとか。まあ、についたその塩コショウだけ辛みとして、はい、完成ですね。はい、やつたべは何ですか、今日のこの。今日はね、こう普通のほんとバター炒めですけどね、素人かやるバター炒め、アスパラとエリンギのバター炒め、はい、完成ですね。はい、はい。